ホワイトクリスマスは1954年のアメリカ合衆国の映画。テクニカラーによるミュージカル映画でビング・クロスビーとダニー・ケイが主演し、主題歌、ホワイトクリスマスをはじめアービング・バーリン作品の歌がフィーチャーされた。監督はマイケル・カーティス、主演の二人の相手役としてローズマリー・クルーニーとベラ・エレンが共演した。この映画はビスタ・ビジョンで制作。 公開された最初の作品として知られている。ビスタビジョンは通常の35ミリフィルムを用い、撮影の際に駆動の向きを横にして、一コマを標準の2倍の大きさとし、高画質で撮影したネガを標準サイズのフィルムに縮小をプリントするものであった。ビングクロスビーとダニーケかつてブロードウェイのスターだったボブ・オレスト、芸人の卵、フィル・デイビスは 第二次世界大戦の戦友。1944年のクリスマスイブ、ヨーロッパの某所で話は始まる。前線で、ボブ・ゴレス・タイは、フィル・デイビス一等兵に手伝わせて、兵士たちにショーを見せている。ショーの最後に、トマス・ f エ,エイバリー少将が到着して、前線視察を行い、ハロル・ド・ジー・コクラン将軍から司令官の任を説かれた、ことを告げる。 兵士たちは盛大な送別をする。敵軍の砲撃の中、フィルは、崩れ落ちてきた壁からボブを救い、腕に軽傷を負う。フィルは、負傷した、腕をネタに、特別な義務は何も期待しないと言いながら、戦争が終わったら、一緒に、二人組で演芸をやるようボブを説得してしまう。フィルが、腕の傷を使って、ボブに自分が望むことをさせようとするというパターンは、 映画全体を通して繰り返される定番のネタになっていく。戦後になり、二人はナイトクラブやラジオ、そしてブロードウェイで成功する。人気は沸騰して、プロデューサーにまで出世し、プレイングアラウンドというニューヨークのミュージカルを大ヒットさせる。ブロードウェイで2年間の公演をした後、12月の半ばに、この賞はフロリダに公演地を移していた。二人は、 フロリダ劇場での公演中に、旧知の戦友から、妹二人をオーディションしてほしいという手紙を受け取る。オーディションのために、クラブへ行くと、姉ベティは、手紙は、妹ジュディが出したものだとばらしてしまう。ボブとフィルは、ベティとジュディが、大家と保安官から逃げるのを助ける。姉妹を列車に逃がす間に、ボブとフィルは、シスターズをレコーディングする。フィルは姉妹に、 自分とボブが使うはずだった列車の切符を渡す。ボブとフィルが列車に着いた時、二人には切符がない。フィルは腕の傷のネタを使って、ボブを説得し、休日を過ごしに行く、バーモント州まで姉妹を同行させる。バーモント州のパインツリーへ来た一行は、かつての司令官、ウェーバリー将軍が、当地のコロンビアインという宿を経営しており、 雪不足から客足が遠のいたために宿が倒産寸前であることを知る。将軍は貯金と年金のすべてをこの宿への投資に注ぎ込んでいた。この窮地を救おうと決心したオレスとデイビスの二人はプレイングアラウンドをブロードウェイのキャストのまま当地へ持ち込み、そこにできる限りベッティとジュギを加えることにする。ボブは 将軍が陸軍への復帰を希望しながら拒絶されていたことを知り将軍が忘れられた存在ではないことを証明しようと決意するボブは陸軍のかつての戦友で今ではテレビ番組の司会者として成功しているエドハリスンに電話をして将軍の下で戦ったすべての戦友たちにこの章のことを告知したいと頼むハリスンは全員で出かけて その様子をテレビのショーに載せると応じ、そうすれば将軍の状況も加味されてウォレスとデイビスの宣伝にもなるだとうという。このやりとりだけを立ち聞きした家政婦エマ・エレンはこれをベッティに知らせる。ボブはエドにそういうつもりではなく舞台に所属したできるだけ多くの仲間にクリスマスイブにバインツリーへ来てほしくて告知をするだけだと告げる。 ボブの意図を誤解したベティは、二人を近づけようとしたフィルと、ジュディュが、偽装婚約をしたのも虚しく、ニューヨークのカルーセル、クラブの仕事のためパインツリーを離れてしまう。ボブは、エド、ハリスン、ショーに出演し、ニューイングランドに住む、第151師団の大役兵すべてに、クリスマスイブには、パインツリーへ集まるよう呼びかけた。エド、ハリスン、ショーのボブの告知を見て、 ベッティは誤解を解く。パインツリーへ向かった彼女はクリスマスイブのショーにちょうど間に合うことができた。一方、スーツがみんなクリーニングに出ていると思い込まされたウェイバリー将軍は仕方なく古い軍服を着るしかないと考える。ショーが催される宿のロッジに将軍が入ると、かつての部下たちがウィールフォローザ・オールドマンを大合唱して歓迎する。 ほどなくして、雪が降り始めたことが知らされる。印象深いフィナーレでは、ボブとベティが愛を告白し、フィルとジュディも同様である。ショーの背景が取り外されると、パインツリーには待望の雪が降っている。皆がグラスを上げ、あなたの日々が陽気で明るいものでありますように、そして、あなたのクリスマスが白く、雪に包まれますようにと歌いながら乾杯する。 ビング・クロスビーとダニー・ケイ・ベラ・エレンと、ローズマリー・クルーニー・ダニー・ケイとベラ・エレンローズマリー、クルーニーとビング・クロスビー劇中の楽曲はすべて、アービング・バーリンの作である。この他にも、バーリン作の楽曲が短く用いられている箇所がある。バーリンは、クロスビーと、一時期、相手役が予定されていたドナルドー・コーナーのために、A ・クルーナー、A ・コミックという曲も書いたが、 おコーナーが外れたために、この曲も採用されなかった。クロスビーと K は、映画冒頭の戦場でのクリスマスイブのショーの場面用に、やはり、バーリン作の、サンタクロースという曲を録音したが、結局、映画では使用されなかった。この録音は残されている。この映画で使用された、What Can You Do With A General? は、もともとは、 スターズ・オン・マイ・ショルダーズという別の映画のために書かれたものであったが、その映画は実現しなかった。撮影は1953年の9月から11月にかけて行われた。この映画はビスタビジョン方式で撮影された最初の映画であり、テクニカラーとパースペクタステレオのシステムを採用した当時の最新技術による映画であった。映画、ホワイト・クリスマスは、 当初、クロスビーとフレッド・アステアの共演で、バーリン作品を並べる3本目の映画として企画された。クロスビーとアステアは、1942年のスイングホテル、1946年のブルースカイで共演していた。しかし、アステアは脚本を読んで、この役を断った。アステアに変わったのは、ドナルド・コーナーだったが、 健康上の理由でおコーナーも外れることになった。おコーナーに変わったのがダニー系であった。作品の中心になっている主題歌ホワイトクリスマスは映画スイングホテルで最初に使用され1942年のアカデミー歌局賞を受賞している。映画ホワイトクリスマスからはカウント・ユア・ブレッシングス・インステッド・オブ・シープが アカデミー歌曲賞のノミネート作品となった。作品中のスノーはもともとはフリーという題でミュージカルコール・ミー・マダムのために書き下ろされた雪とは全く関係ない歌だったがバーリンはメロディと歌詞の一部を残しクリスマス映画らしい内容に歌詞を書き換えた。ベライレンは寝巻きまで含め全ての衣装でハイネック姿で現れるがこれは彼女が 撮影時に虚色症の闘病中で首がひどく老けて見えたからだと広く信じられている。しかし、これは事実とは考えにくい。1954年10月映画スター誕生のプレミア上映にベラエレンは襟の低いガウン姿で現れ首も肩も綺麗な状態であることが見て取れた。ヘインズ姉妹はベラエレンが演じるュギが妹という設定になっているが ローズマリー・クルーニーは、ベラエレンよりも7歳年下であった。ベラエレンの歌う場面は、トゥルーディ・スティーブンスによって吹き替えられているが、シスターズについては、ローズマリー・クルーニーが2つのパート両方を歌っている。クルーニーは、コロンビアレコードと契約していたので、1954年に、デッカレコードから出た、サウンドトラックアルバム。 セレクションズフロム、アービング・バーリンズ・ホワイト・クリスマスからは外れ、ペギー・リーに差し替えられた。一方、クルーニーは、この映画で使われた曲を集めた手録音し直した、アルバム、アービング・バーリンズ・ホワイト・クリスマスを、やはり1954年にコロンビアレコードから出している。この映画には、多数の有名な演技者たちが出演している。ドリース・レンツ役は、 ダンサーのバリー・チェイスである。あとに、ウェストサイド物語でアカデミー助演団優勝を受賞するジョージ・チャ・キリスは、ミュージカルの場面の2曲に登場しているが、クレジットはされていない。映画の随所で、特に、マンディーとコレオグラフィーの場面で、ベラ・エレンと一緒に踊るリードダンサーは、ジョン・ブラシアである。ベラ・エレンを憤するジュディが兄、ベニーの写真を見せる場面で、 戦闘服姿で写真に写っているのは短編映画シリーズアワーギャングで子役としてアルファルファ少年を演じたカール・スウィッツァーである。映画頭上の敵機でアカデミー助演団優勝を受けていた性格俳優ディーン・ジャガーはこの映画ではハゲ隠しのカツラをつけて登場する。また、ジャガーは前年に公開されたシネマスコープ方式で撮影された 最初の映画である聖衣にも出演しており、シネマスコープとビスタビジョン両方の初採用作品に出演していることになる。他にも、メアリー・ウィックス、アンホイット・フィールド、トニー・ブタラ、ベイ・アレン、ジョニー・グラント等々、多数の助演者が出演している。この映画は大きな成功を収め、1200万ドル以上を売り上げて、1954年の興行成績トップとなり、 大きな収益を上げた。この年、2位だった、ケイン号の反乱は870万ドルであった。この映画は、2004年に、ミュージカル、アービング・バーリンズ・ホワイト・クリスマスとして舞台化され、サンフランシスコでの初演後、ボストン、バッファロー、ロサンゼルス、デトロイト、ルイビルなど、米国各地で上演された。ブロードウェイでは、 マーキス劇場で2008年11月14日から2009年1月4日まで上演されただけであった。2006年から2008年にかけては英国でも上演されている。前年のマンチェスター公演の成功後、2010年11月から2011年1月までタインウィアのサンダーランドのサンダーランド帝国劇場で上演された。ありがとうございます。